帰り際、高速道路の近くにある森町のラッキーピエロに来ました。昨晩から引き続き2回目ですが、赤井川店。はい、どんな注文にしましょう。2730。よー、回し始めたらちょうどカツオが来た。はい、思った以上に和風だな。はい、これは、はい、じゃじゃーん、アメリカ料理店ラッキーピエロです。カツ丼です。しかもなんか思った以上に美味しそうなんだけど。いや、これ美味しそうだ、ね、ボリューム満点で、これいくらだっけ。520円。安っ。店内は若干統一感あるよね、雰囲気ね。緑かな。うん、超巨大なアロハとかも飾ってあります。俺の頼んだハンバーガーが来そうです。すでにこの距離で見てもちょっと異常さが。さあ、おばちゃん持ってきます。あれ、金いらない、その金いらない。はい、お待たせいたしました。はい、どうもです。すごい、はいはい、崩れる、崩れない、割り箸ですね。あ、すごい、大丈夫でしょうか。大丈夫です。ご注文いただきまして、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。皆様のご健康健康には確実に良くないけどね。はいはい、はい、すさまじい。はい、うん、ヘルシーサンド。肉にたどり着かない。これでもすごいごまの風味めっちゃ強くて、ごめんなさい。美味しそう。コロッケとハンバーガー。コロッケだからね、崩れやすい。いただきます。うん、すごい。髪が鳴るとは思わなかった。カランカランって言って、まあ、これ最終的にぐちゃぐちゃになるね。それ割り箸ですもんね。あのフランクフルトとか、うん、うんうんうん、サラダゾーン。ここおかずゾーン。これは綺麗に食べるのは不可能ですね。うん、これ分解するとプレートなランチになる。でもこれが800円って超お買い得だと思うんだけど。うん、もはやハンバーガーに見えない。でもこれ意外と普通に食べきれそう。さすがです。中身としてはハンバーグ、目玉焼き、コロッケ、トマト、レタスとなんかぐちゃぐちゃ。このぐちゃぐちゃがラッキーピエロの、多分ね、このポテトと、ね、一緒のぐちゃぐちゃ感。それがたんまり入ってる。たんまりぐちゃぐちゃ。あ、それがね、ハイカロリーの元。多分1個で1500キロカロリーはくだらないんですよね。いただきます。はい、断面作ってみました。下からバンズ、ハンバーガー、コロッケ、ハンバーグ、目玉焼き、レタス、バンズ。すごいですね。ハンバーガーが、ハンバーガー2回来てる。うん、しかも1個の厚さが結構厚い。あ、崩れる、なだれる。もはやパンの存在わかんないもん、一番下の。うん、はい、ラッキーピエロ1日20食限定トッチョバーガー完食です。味的にはラッキーピエロならではの独特のデミソースっぽいやつメインに
コロッケとハンバーグがひたすらほとんどパンの存在は感じませんでした。はい、こんな表彰状がついてきました。後ろに幸運って書いてあるね。7枚集めるとキーホルダーがもらえるらしいです。これでも1回で飽きちゃうかな。別味が欲しいかな。はい、でも意外とさらっと食べれました。ごちそうさまでした。